はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青を、始めていきたいと思います。おっと、このエリカっていう選手をゲットできそうな感じですね。ただね、エリカちょっと予算は高いんだよな。まあ安い選手がいたら買うんだけど、まあ、手に入れましょう。店員オーバーですか。一人を、解雇しないと、取りに行けないみたいです。そこで、チーム編成で一人を解雇したいと思います。男の選手の中で年俸順で並べると、一番高いのは深澤か。深澤もパフォーマンスが落ちてるような。解雇しましょう。で、オファーを、エリカにオファーをかけましょう。ちょっとやっぱり難しいかな。わかります。なんとなく難しいのはわかります。さて、引き続き練習試合です。今回は、函館ペンタゴンと、まあ、次の試合もあれば行いたいと思います。さて、スタメンですが、疲れてる選手はないですね。さよと、くるみを入れ替えましょう。三木本を入れて、キーパー夏木、萌を投入。彩香、千歳を入れて、まあ、こんな感じですね。相手早いな。おお、危ない。早くも3分半でこんなに危ない展開になるとは。お、今度は、さすがに、キーパーは簡単につながらないか。ナイスです。ノーフィッスル。さあ、彩香。ちょっと意識を低いパスに見えるが、くるみやー、ダメか。これはダメ。ナイス、藤浦。無理やり出しました。さあ、マイボールです。さあ、これは相手も高いですね。高い選手は有利だ。さあ、パンチングで逃れるが窓か？あっと、これは、さすがに難しかった。さあ、ノエル、ちょっとやばいぞ。おっと、うまい、藤原。ナイスです。さあ、くるみが取りました。おっと、ノーフィッスル、残念。入り口。そして、ノエルだが、彩香が逃れて、クリア。相手ボールですね。おっと、しっかり取っていきました。こういうとこはいいですね。ボールをきっちり、カットして相手のチャンスを崩す。これですよ。決められなかったら、PK のカードをいただきましたね。決定力ですよね。問題は。さあ、千歳、すぐに行きますね。あー、やばい。はい、あー、点取られた。内奥倉から入り口。千歳が、おっと、いい上げ方をしたが届かない。あっと、ノエルに超えられた。しかし、これは逃れたが、コーナーキックだ。おー、窓かが、なんとか防ぎまして、こう、くるみが待っていましたが、
大当たり取られましたね。結構相手も強い。この辺さすが N1 というところです。あのチャンスというチャンス与えてくれませんでした。高いですよね相手が。藤原これはちょっと遠かったかな。千歳が上げてくるみだったんですが、これは左へ逃れて逆に相手の入り口がこの待ってましたとばかり ヘディングを決めました。3位ピンチは続きます。42分のエール、これはと思ったんですがなんとかカットして、3位ピンチは続くんですが、これは守備陣がなんとか防ぎました。まあ、その後目立ったチャンスがなく試合終了。ボール支配率は上回ったんですが、負けでしたね。はい、3つの課題を入手いたしました。さあ、あと2周ですね。おっと、また選手が。でも5400万は今高すぎます。エリザベスもいますね。若林くん、ちょっとコストが高すぎるんですよね。この辺はまとめて入れ替えるにはちょっとな、ちょっとリスクが高い。さてですね、リバース戦大阪とやってみたいと思います。お、早くもテント生えた。早い速攻だよ。小田切が上げてからの北原、決定力が違う。北原早い。しかもシュートの威力もあるしな、ちょっと対抗しきれないですよね。さあ、なんとかすぐにキーマークに行ってボールを奪う。他のチームとちょっとレベルが違う感じがありますね。おっと、すぐに拾いに行って2点目。練習試合で本当助かりますよね。まあその代わりどんどん課題増えていきますね。負けて力を、ここはファールです。緑、さあ上げたが中途半端になりました。外に出ましたね。さあ、ここからどう攻めていくか。彩香、そして縦、さえを抜けたが、さすがにそんなにヤマークはなかった。
すごいな。もう何度か外に出すのが手一杯っていう感じですね。こんなに守備のか。何とかキーパーパンチング。うわ、前に出すのが精一杯で。カウンターも取れない。守りをたくさんいるか、選手が本当に11人じゃなくて、もっといるんじゃないかっていう感じですね。おっと、ここは綾香、ナイス。ナイスでした。しかし、もう、くされて、おっと、緑につないだぞ。おっと、初めてコーナーキックのチャンスを得ました。さあ、このセンタリングは、とグリフィンが、反応しました。試合終了です。なんか3位パワーアップしてるような気がしますね、相手を。ここの隙がないっていうのが。そこもうごちゃごちゃですね。このパスはうまかった。まあ、ここはまだ無理があったが、シュート威力はありました。まあ、ちょっと力の差がありすぎた感じはあります。おっと、10個、フルにもらい、いただきました。さあ、節子。断られちゃった。残念です。まあ安い選手から取りに行きたいですね。お、この選手がいる、ユーナ。ただね、17試合で、まあ、ステップリーグとはいえ、なかなかのものですね。オファー出しましょう。2人と今、交渉しております。まあ、エリカはちょっと難しいでしょうからね。はい、というわけで、いよいよ、開幕が迫ってまいりました。これはですね、効果高かったみたいです。
はい、というわけで、ああ、やっぱりダメでしたね。女子選手はいないですね。はい、というわけで、いよいよ開幕、6年目の開幕が迫ってまいりました。6年目、果たしてどういうシーズンになるんでしょうか。はい、ゲーム動画で以降ではですね、チャンネル登録、高評価、またこの動画のですね、拡散など、ご協力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら、そちらもアクセスしていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。